よもやま話第114話、生い立ち、名畑王淳先生のお話。新楽寺は焼ける前は落ち辺に向かって山あいを入ったところでした。私の育った頃は今のとこでござんせん。西川小学校は天神様と新楽寺の間にありましたが、まことにお粗末なものでして、そこから十町余り北へ行った四万場の一番の詰まりのところに私の生まれた寺がありました。寺のあたりから奥のなさらべ、剣、白鳥といったところとの交流はなさらべ坂を起こして出たんです。いたちの通るような細い道でしたけれども、山をぐるっと回るよりは半分以下の道のりですからね。小学校はできてから何十年経っておったんですか。とにかく福福式でね、高等科まで会って先生は3人でした。初め入った頃の校長さんは8万の人で、後に言う聖君堂ではなかったんですよ。それで魚釣りが上手で、ほとんど余暇は魚釣りでした。あとの2人は大洋教員でしたが、そのうち22歳っていう師範での人が校長に来ました。わらの人で、この人は師範で秀才じゃったと聞きました。それからはだいたい校長は師範でということになりました。私が小学校を終わる頃にお針の先生が一人加わって4人になったことがあったと思いますが、ずっと3人でした。運動会は八富山田と参加村が合同でやりました。場所は1年交代でね、リハーサルもせずぶっつけ本番でやりました。高等科になると平式体操と称して、竹の棒を自由にして担いつつ立てつつをやったんですよ。唱歌は初めのうちは先生が無知で表紙を取って教えてくれましたね。そのうちに校長の私物だったと思いますが、バイオリンを弾いてそれに合わせて歌ったことを覚えております。オルガンは在学半ばに入ったと思います。三大節には袴を履きました。それも恵まれたうちの子だけで、半分ぐらいでしたかね。運動会にも袴を履いていきましたね。だいぶ寒くなった頃でしたから、多くは和服のままでできましたが、時にはシャッとズボンしただけになったと思います。まれに夜寺で幻灯を見せられましたね。アセチレンガスを使ってやられるもんですから、とっても臭いですよ。ガスの調子が悪くて、みんながこぼしたことを覚えておりますがね。内容は美濃宮尊徳の話とか、当時美濃の鬼子の坊さんで社会教育に力を入れた人がありましたがね、その人のやり方を模範的にやって示すとかね、また若干は農業に関することもあったように思いますがね、まあ子供にとって大した面白いようなものではありません。その頃は今の通知簿といったものはなかったしね、学校から注意もしなければうちからも尋ねるなんてこともない、全くのほったらかしでね、勉強も学校におるうちだけでね、
うちでおさらいをするなんてことは全然なかった。うちでは撤退をする、余裕があれば遊ぶということでした。私の生まれたとこは小さい寺で、しかも非常に不運な家庭でした。父は運の悪い人で、初めの家内が何人か子供があってから死に、その近くからもらった5歳も子供を残して亡くなった。私の母親は3人目ということでござんしてね、子供は合わせて10人の世もあったんですが、一人前になったのはようよう7人でしたか。私の母親が亡くなってもう50年、今年50回忌を務めました。母親が私の小さい時に、お前はいらん子供で、みんなに邪魔にされた子供じゃった、とよう言いました。その時は私は何とも思わなかったけれども、年がよろしだいにそのいらん子供を、旗の邪魔にされた子供を産んで育てた母親が、いかに苦労したかということを思うですね。先々歳の長男よりも若干私の母親の方が年が若かった。そして遅明けに、てて親の50いくつの時に、私はできた子供なんで、今なら私なんか日の目を見る気遣いはありません。だが、いらん子供であったおかげにね、私には健康が許された。野育ちで、あったおかげにね。私の母親は女として非常にできた人でありましてね、先妻や先々妻の子供を大事にして可愛がりました。母親は晩年逆境におりましたけれども、それぞれママ子の人たちが大事にしてくれましてね、私はよくもあんなに尽くしてくれるなといつも思いました。兄は私と大変年が違います。兄は昔としてはまあ勉強した方で、家庭の入り組んでいたという関係もありますが、ずっと京都におって、兄嫁なども多くは兄と一緒に行っておりました。父親は非常に厳格な人で、相続関係を厳重に考えて、私など弟坊主にそんなに力を入れようとはあんまり考えなかったんだろうと思います。それに生活も苦しかったのに、よくまあ私を中学へ入れる気になってもらえたということですがね、今でもよくわからんのですよ。一つはね、多少私が物覚えが良かったといったことでしょうか。私は数えの塔で得道を受けました。ところで昔の得道はなかなか難しゅうござんしてね、つまり9つまでなら阿弥陀経で良かったのですが、塔になるというと三部経を読まんならん。どこが出るかわからんので、三部経全部をやらねばならないわけでしょ。それが得道の第一条件でした。それに塔を越すと、その上に五磁石というて、教行信証の一部を読まんならん。それで父は、私を何とかして塔で得道させたいというので、三部経を教えたわけです。一朝一夕には行きませんからして、9つ塔と習ったんでしょうね。妙なもんでね、ちょっとやってもらうと字の面がね、自然に頭へ入ってきてね、この字の音はどうじゃというようなことが字の面でわかるんです。直感ですね。その時にね、親父の教え方はきつくてきつくて、
私の頭を叩いてね、なんてこっちゃ早忘れてまって、でしょ。私は親父が怖いから一生懸命お経を読みましたよ。ところがね、父は母親に、よっぽどこの子は覚えのええ子や、大勢の子供や在家の子供にも教えたが、比較にならん覚えのええ子や、と言ったそうです。私は唐で得度を受けて、それから五伝承もその年から読みましたし、また親父は、坊主は説教ができないかん、ということで、書き説法と言いましてね、親父の書いたものを私は丸呑みに覚えておいて講座へ登りました。せいぜい10分か15分のもんですがね、詰まった覚えはありませんよ。あれこれ思い合わせて親父は、この子は中学へでも出して教えていけば多少ものになると思われたんでしょう。私は家庭の事情は悪いけれども勉強せにゃいかん、勉強するためには苦学をせんならん、苦学をするには東京へ出にゃいかん、東京へ行って一つ苦学しよう、そんなふうにもっぱら考えていました。そんな矢先でしたから、親父から伊田中学の話を聞いたときは、天にも昇る思いでしたね。それじゃあ、東京で苦学する代わりに、飛騨へ行って、何か仕事があったら頑張ってやろう。私はこう考えました。それは、私が高等科3年を終わる数えで15の年の春のことでした。